これがリッチタワーか。今日はベタダンじゃなくこのダンジョンをクリアするんだな。まあ、お前のことなら楽勝だろうけど。って。誰だお前。俺だ。ロイ、お前だったのか。私もいますよ、マリサさん。ちょ、待て、ヨウムとレイムはどうした？ヨウムは、病欠。ああ、それじゃあしょうがないな。じゃあレイムは？ユーチューバー。何してんだあいつは。いいわねー。てかそんなシステムあったのか。言ってなかったっけ？聞いてねえよ。ってことなので今回のオープニングはこんな感じです。ってことなので、今回はヨウムの代わりに俺がこの、リッチタワーを攻略するよ。お前のスキン微妙だな。自作だから仕方ないだろ。俺の美術の成績平均3だぞ。ならもっとマシなの作れよ。だが内訳はこうだ。読める文字にしろよ。はいはい。まず文字普通読めないですから。まあ、だからね、俺に美術はできないのだよ。わかったかい？なぜ上から。そんなことよりさっさと攻略しませんか？せっかくで頼み雑談で終わられたら困ります。おっとそうだった。開始1分近くを茶番に費やしたか。この明治タワーは、中央の螺旋階段と横にある部屋でできていて、螺旋階段を登っていくと、一番上のフロアにトワイライトリッチがいます。ボスのトワイライトリッチの体力はそんなに多くないが、あいつはシールドを4つ持っていて、それを全て壊さないと本体にダメージを与えられないんだよな。そうそう、だから倒すの面倒そうなんだよね。シールドがあるから抜刀剣ゴリ押しができないから、ちゃんとした手順を踏んでいかないとなんだよね。ここは、図書館みたいですね。何もなかったからカット。あれが螺旋階段か？そうだね。でも先に周りの部屋を潰しておくよ。そこから敵が湧いてくるのは嫌だからね。それもそうだな。よし、探索を。した結果何もありませんでした。セリフ取られた。そりゃ何でもお見通しですから。うわ、この部屋クモの巣だらけで探索しづらいぞ。なら、上のフロアまでカットだ、ですよね。またセリフ取られた。あ、このアイテム。これってあれだよな。要は飛ばせる松明。これを。動きがうねうねして気持ち悪いんですよね。俺が何をしたって言うんだ。これは少々悪ふざけが過ぎましたかね。もう軽く半泣きになってんぞこいつ。どんだけメンタルが弱いんだよ。知ってるか？俺の LINE のアイコンとオフだぞ。だからなんだよ。マイハートイズガラース、アーユーオーケー？殴り殺したいその笑顔。よし、取るもん取ったし階段の方に行こうか。あ、そうそう、このアイテムは、で説明させろよリアルスタレ野郎。よし。それでこの虫の使い方は、近くを右クリックすれば普通にくっつけられるし。で、またお前か、今説明中だから出てくんじゃねえよ。じゃあ先に安全確保しろよ。うわ、移動速度低下かけられた。飛車の飛車、そういった攻撃をしてくる敵ですからね。くっそ、足遅いせいで近づきにくい。困った時のスラッシュアクション、だな。よし、先進んじゃおう。あ、髪が落ちてる。飛車の飛は髪を落とすみたいです。あ、そうなんだ。で、この虫は、引っ張ると耐久値を消費して打てます。引き切れないものなんですね。あれじゃねえ、耐久値切れたらモザイクかけなきゃいけなくなる的な。ねえよ。まあ使うとしても外でしか使わないかな。家の中でうねうねされると固まったもんじゃない。でもこういう行き先を明るくする必要があるところだと便利だね。動画的に。ああ、暗いと何も見えないからな。後から固定かけるのも面倒だからね。あ、あいつ落ちながら撃ってきやがった。落ちながらすごいですね。ロイ、ぐちゃって、今虫がぐちゃって。うわ、見たくないもん見ちゃったよ。そんなことより、上から下から撃たれてましたけど、平気なんですか？平気だけど大丈夫じゃない。これじゃ動画が進まない。さっきからものすごい数の敵だな。上のスポブロから湧いてきちゃうからね。もしかしていちいち敵倒すより、どんどん先進んだ方が効率いいのかな。だとしたらある程度無視していった方がいいんじゃないんですか？さっきからこのゾンスの前から進んでないわけですし。ゆっくり点滅してから進みたいけど、こればっかりはしょうがないね。あんまり尺伸びすぎるのもいけないし。伸びたら伸びたで米返しすればいいんじゃないのか？正直レギュラー揃ってないところで米返しの意味ってなくね？てか、みんなのコメントが欲しいわけだし。ロイさんいつも返してますもんね、にやけながら。だってコメントいただいてるんだぜ。ちゃんと返さないと。実質うちの動画の米数って表示数割る2が本当の数字だよな。そうなんだよね。そこから会話が発展して。なんてこともあるから、結構持ってる、ってのとは違うけど、多めになってるよね。正直前からそれについて悩んではいたんだけど。
まあ何か言われない限りはいいんじゃないんですか。うん、これはこれでお前のスタイルなわけだし。そうしようかな。で、現在マイクラの方は、つけがうざかった。上から撃たれると面倒ですね。あ、脇道にそれるからカット。基本何もありませんでした。っていうか本当に何もなかったです。残すはボスだけって感じか。そうだね、スポブロのフロアもなさそうだし。先にこの虫で行き先を明るくしたから行くよ。この虫がマジで便利すぎた。ちょっとキモいけど、これあれだな、ダークタワーの前の深淵の森行くときに使えそうだな。いつかはクリアしてもらうからね。確かにいいかも。今このバージョンの黄昏は順番通りにやる必要もないですからね。俺ねー、そっちのアドベンチャー要素満載のやつやってみたいんだよね。すごく面白そうじゃん。あ、他の部屋調べるからカット。スポブロがいくつかあったけど問題なかったよ。いよいよボス戦だな。基本的にこのヤマトで戦うよ。あーなるほど、リスペクトですね。心読んだの？いえ、これくらいならわかりますよ。トワイライトリッチ、そしてヤマト、この組み合わせならわかる人はわかります。やっぱそうかな。そういうことなのか。そういうものじゃないですか。まあいいや、そんなことより全然打ち返せねえ。なんか相手の攻撃微妙にそれていくから狙いづらいかと思ったら当ててくるし、こうやってゴリ押ししようとしても攻撃通らないし。体力が少ないな。一旦引け、ロイ。言われなくても、ネアイクレシア以来結構気にしてるからね。ちょ、真後ろかよ。そういえばリッチの体力、ウィキで勉強したのと違いますね。ああ、そうだね。確かあそこには50ってあったんだけど。あれ？リッチのやつ？どこ行った？おいおい、まさか。あのテレポートの方向、多分。ち、骨っこか。邪魔だ。で、後ろにもいるのかよ。ロイさん、左に。オーライ、見えてるよ。反対側かよ、めんどくさいな。あ、これ柵が邪魔で返しにくそう。ああ、もうめんどくさい。こうなったらゴリ押してやる。でもそれってできないんじゃないか？ん？近くで切ってればいつか跳ね返してることになるっしょ。うわ、なんという脳筋な発想。もしかしたらそれが一番楽なのかもしれないですけどね。よし、そうと決まれば早速あいつのところに行ってやろうか。反対側に行くには上から回るか下の端のとこまで行くかですね。上には奴の分身がいるからな。ってことは下から行くのか。そうなるね。ブースターがあるからここから飛び降りてもいいし。あれ、どこ行った？と、ちょうどよくこっちに来てくれたじゃないか。あー、終わったな。終わりましたね。あ、あれ、いつの間にかここ握ってた。ちゃんとヤマトで戦わないと。さて、皆さんご存知でしょうか。この抜刀剣ヤマトの強さを。いきなりどうしたんですか。一番は幻影剣だろ。いいな、そんなことではなく、本来の力が解放された時の攻撃力にある。おいおい、嘘だろ。装備なしとはAゾンビを一撃、そして100あった体力を一瞬で。そう、これが魔剣ヤマトの本当の力だよ。うわぁ、これは強い。はい、ということで、リッチタワー制圧完了。画像は使い回しか。だって立ち得ないんだもん。いやぁ、ここは正直ベタガン並みに大変だったかも。中央の吹き抜けから落ちてくる敵が何より面倒でしたね。でも締めの遠く少し待って、奴を葬る。締めの遠く2回連続で邪魔されるのであった。よしオッケー、で、なんだっけ？なんだかんだ面倒でしたね、って話です。ああ、そうそう。基本ベタガンは吹き抜けとかそういうのがないから、視界にいる奴を倒せばいいけど、ここはそうはいかなかったからね。それに暗いから普通にモブも湧いてくるしな。そういう意味でこの虫は便利だったぜ。あとボス、あいつ階段の下にもテレポートするのな。あれはどちらかというと良かったんじゃないですか。分身が下に来なかったので、まあ結果論ですけど。確かにそうだったね。普通に戦ってたらやられてたかもね。最初は真面目に倒そうとしてたのにな。大体あいつのせい。それでは今回はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。お前またそれか。だって立ち絵作るの面倒なんだもん。さて次回のマイクラは、続けて砂漠のダンジョンを攻略しちゃいます。そしてこの回、ちょっとやらかしちゃったみたいですね。その一部始終を見ていただきたいのですが、次回まで待ってください。次回、撮影前のチェックは忘れずに。